メギ島は、瀬戸内海にある島。香川県高松市、メギ町に属する。郵便番号は760-0092。また、メギ島は、メス、男ジ島は、雄を刺し、両者で私有島をなす。島の前景女ジ島の大手和が、峰の山頂より西方を望む和が、峰の山頂より東方を望む高松港の北東、約4キロメートルの海上にあり、 北東軸約4キロメートル、北西軸約1キロメートルの細長い島である。高松港とメギ島の南端は約3キロメートルである。また、メギ港の北東約4キロメートルに小木港があり、メギ島の北端と男木島の南端は約 1km である。 島の面積は2.62平方キロメートル、周囲は8.9キロメートル、最高点の高戸山は216.0メートルである。洞窟直上の和紙が、峰の山頂に360度の多頭海が眺められる展望景観などを有し、1934年3月16日、国立公園として初の瀬戸内海国立公園に指定された。 島の人口は168人、世帯数は107世帯、過疎化が進んだ状況である。島民のほとんどが、目ギ港周辺の東裏に集中するが、西の裏にも集落がある。狭い平地と段々畑による畑作と、漁業の反応繁漁の島である。かつて女性は、重い荷物を頭上に乗せて運ぶ、頭上運搬が、日常の風景であった。そして、 桃太郎伝説にちなんだメギ島の愛称は鬼ヶ島である。山頂からの展望景観に加え、民家を囲う大手は女、木島独特の景観である。そして、鬼ヶ島大洞窟、海水浴場、モアイ像、2000本の桜などで観光客を集める。メギ島の読みは、メギ島とメギ島の二通りが見られるが、国土地理院と海上保安庁が定めた。 メギ島とする。洞窟の出口上方の中上雪利音な木島は、北側の標高186.8メートルの足が、峰、南側の標高216.0メートルの高と、三、両者の間の標高153メートルの続行、三の山並みからなる。基板岩は、過去岩類、上層部は、玄武岩質火山歴業界岩、頂部は、 サヌキ岩出現部岩溶岩で覆われるが、侵食が進んで、平坦面は残っていない。そして、わしが、峰の鬼ヶ島大洞窟の出口の上方に、崖があり、見上げると、中上節里の岩柱が見える。島の中央の東西両岩に小規模の堆積平野が、見られるほかは、傾斜地である。鎌倉時代は、四国本土の豪族、郊西市の領地であった。 室町時代の末から、江戸時代の初期は、郊西市の一族、直島の高原氏が所有していたが、1672年に幕府の直轄地となる。天領の時代は、直島、除木島、小木島を直島参加、島と称し、備中松山藩領地、倉敷大館諸支配、大阪城大支配、高松藩、安土など、たびたび支配者が変わるが、幕末は、 備中倉敷大館の支配下にあった。1871年、明治維新後の廃藩地県で、香川県香川郡へ編入された。1890年、自然村の女木島と男木島で行政村の私有島村が成立する。明治以降は、農業行地から商工業地の高松市、阪神地域への人口供給の一般的傾向を持つ。 大正期から昭和初期にはアメリカ160人のほか、ブラジルカナダに移住している。いくつかの説がある。ナスヨイチが用とした扇の一部が流れ着いたことからメギという名がついた。北隣にある男キジマと合わせて二つの島を男女に見立てて扇のおに対応するものとしてメギの目がついた。木と呼ばれる出雲系種族が住み着いた。 古事記にまつわる名姫から名付けた。頭上運搬をする島の娘。鉄道小学校の絵葉書より、島内の私立目木小学校は小学生がいないため休校中。中学生は本土の私立高松第一中学校へ回路で通うことになる。鬼ヶ島鬼の館目木島のも愛憎ありがとうございます。